吉田さん、懐かしいですね。山口陸セミナー。いや、実はね、あれ、私も仕掛けられているような形で、私も仕掛けていたんですよ。もう今だったらお分かりだと思いますけども、結局、山口陸さんのコミュニティに入って、そこで私は自分を有名にしようと思う。そういう目論見もあったんですよね。まあ、ですんで、しっかりと学んで、もちろん、コンテンツ以上のものを取り出そうとしてたわけですよ。その一つが、コンテンツを10万とか20万で買うんだったら、それ以上の売り上げをどっかで上げないといけないなっていうのが一つありました。まあ、ですので、新しく買ったそのコンテンツの内容をお金に換えれるぐらい、やっぱ詳しくなる必要があったんですよね。で、それは広島で地域で販売していくってことにつながって、今に至るわけなんですけども、もう一つはですね、せっかく入ったコミュニティだから、稼ぎたい人が集まってるらしいと。それに違いないと思ったんですよ。でも、結局こういうのって、頑張れない人っていうのが8割ぐらいいるっていうのもなんとなくビジネスやってて肌感覚分かってたんですよね。ですんでこのコミュニティに入ることによって誰かとなんかこうジョイントをしたりね、もしくは自分の得意分野で何かセールスビジネスを仕掛けて同じコミュニティにない中で有名になることによってきっと商売ができると思ったんですよ。でそれがまあそこではうまくいかなかったんですけど、とりあえずは広島の久保ですを広めることは一つできたかなと思います。だから熱心に参加してたってのもあるんですよ。スキルも欲しかったんだけども、でもそれ以上にメディアとして山口陸に対して集まってるところに久保哲郎がいつもついて回るっていう形で、まあブランディングをしたかったわけですよね。広島の久保ですと、なんか広島ってのなんかいるらしいなみたいなね、そういう風にしていくのが一つの作戦。そしてその後でネオヒルズに入った時には速稼塾の久保ですと、もうね温めていたんですよね。即稼ぐ、もともとは速稼力っていうすぐ稼ぐ力っていう概念を持ちながらスマホアプリのセミナーとかを自分でも開催していたわけなんですけども、速稼力つけましょうみたいな感じでね。できっちりとアフィリエイトをはじめとしてインターネットビジネスをヒルズの下で学ぼうとした時には、その速稼力を速稼塾ということに変えてですね、6月14日スタートしたわけなんですよね。だから山口陸関わって3ヶ月ぐらいですかね、それからだと思いますんで、私なりに仕掛けた通りに行ったかなと。でスマホアプリセミナーでこう手応えを感じたものに対して、これならいけるなと、借金を抱えてもいけるなと思ったんでゴーしたわけなんですよね。だから結構ねプロモーションを受けながらこれを使おうと思いながら見てましたね。だからランディングページとか決済ボタンとかありましたけど、あれも全部いずれこれを自分が使って自分が提供して決済ボタンを押させる側になるんだなっていうふうな気持ちでやっていたんですよ。だから、まあ、いただいた返信メールのペースとか文章量とか文章の書き方とかを私なりに自分でね、別にコピーライティング道場に入ってないですけども、これ使おうあれ使おうそれ使おうこのタイミングだあのタイミングだっていうふうに一つ一つ自分が購入した全てのコンテンツとかメールっていうのが全部教材になったって感じです。だから相対的にただ同然で手に入れたっていう風な感覚がありますね。それがだから今にも至ってるかなと。まあ、与沢さんの FX スクールにも入りましたけども、難易度が高すぎてついていけないってところがあるんで、だから難易度を上げたり下げたりとかして、自分のカバーできる人、もしくはついてこれる人を囲っていく。そこに対してメッセージを送るっていう風な、まあ情報のね、密度のどこの段階から、発信するか、どこの段階に向かってってことですよね。例えば10段階何か、まあ FX でもいいや、10段階の難易度があるとして、10のところから発信したんでは1とか2とか3の人にはとてもじゃないけども学べないと思うんですよ。ですんで10の力を持ってるんだったら9とか8ぐらいなんですよね。で今度はレベルが3とか4の FX レベルだったら、やっぱりこう1、2とか3とかぐらいのレベルの人に刺さりやすいというところがあるんですよ。だからあまりにも指導する方と受け取る方が離れすぎていると、これはこれでねついてこれない問題を生んだりとか、レベル10の人がね9から1までをカバーしちゃうと発信するコンテンツにどうしてもムラができていって、結果ほとんどの人がついていけないって形ができるんで、レベル10から発信する場合は基礎ができてない人はダメっていうふうに断るしかないでしょうね。だから私は自己アフィリエイトのセミナーの時に2つの条件つけたんですよ。ネットビジネスで1万円稼いだことがない人っていうふうにレベルの高さをちょっと抑えたんですよ。あと逆にレベルの低さも抑えるために Gmail アドレスが取れる人っていうことで
その差を作ったんですよ。 Gmail アドレスが自分で取れて、ネットで稼いだことが1万以上稼いだことがない人っていうと、自己アフィリエイトにものすごく向いてるそうじゃないですか。でそういうのもスマホオリセミナーを、スマホアプリセミナーをね、学びながらちょっと身につけたところかなと思って、ちょっと思い出しながらね今話してますけどね。ちょっと後半行きましょうか。